ダウンマフラー装着のビューエル。マフラー本体はエンジンの下で排気口は後輪スイングアームの下。ダウンマフラーとはオートバイにおけるマフラー形状の一つで配管がクランクケースやトランスミッションケースの下を通過するものを指す。ダウンマフラーは一般的なオートバイに古くから用いられている形式のマフラーでオフロード向けのオートバイなどに用いられるアップマフラーに対比して このように呼ばれる。アップマフラーがクランクケースやトランスミッションケースの髪型を通過するのに対し、ダウンマフラーは下方を通過する。アップマフラーと比べると間長を短く屈曲を少なくできることから、排気効率が高く、車体の重心を下げることができる一方、最低地上高が低くなり、路面の起伏が大きい場合はマフラーが損傷を受けやすい。ダウンマフラーには、 スイングアーム基部付近から髪型へ屈曲して、マフラー出口が後輪より高い位置に配置されたものや、ほとんど屈曲がなく、出口が後輪軸より低い位置に配置されるものもある。あるいは、スイングアーム基部付近に、マフラー出口を設けて、艦長を短くしたマフラーもあり、ショートマフラーと呼ばれている。純正では、アップマフラーが装備されている、ヤマハ TW や、ホンダイ TR、 鈴木ワンバンなどの車種ではストリートカスタムとしてアフターマーケットのダウンマフラーに付け替える改造が施される例もある。ありがとうございます。